それぞれが一つのものが分かれもしがたい純粋な血を在することのような。
離れる。現実や暗闇は多くの複雑なことが多様な動きの中から動き回れる隙間を事実をそれが空間と時間の枠が不明の存在を一つになること、白昼の夜を避けなくついても後から来る論領域の調整の手段、あたかも実在者は己の先立つ実在のうちにしか現れず、実在は実在者から独立しており、実在に投げ出された実在者は決して実在の主人となることはできないかのようだ。だからこそまさに孤独と息がある。このような次第で我々なしで主体なしで成り立つ実在することを実在者なき実在することと呼べるならば、もろもろの存在の人々もあらゆるものが無に消すと想像してみよう。すると純粋な無に出会うことになるだろう。あらゆるものの想像上の破壊の後には何者かではなくあるイリアとの秘密がある。あらゆるものの不在は一つの源泉として回帰しています。全てが沈み込んだ場のように、空気の密度のように、空虚の充溢、あるいは沈黙のざわめきのように、もろもろの事物と存在の破壊の後に実在することの非認証の力の場がある。主体でもなく実施でもない何者か、もはや何もないとき実在するという事実が現れる。そしてそれは匿名である。それは雨が降るや暑いのように非認証的である。いかなる否定によって遠ざけようとする回帰してでは実在すること、いずれの場合においても身体は見せるより以上で以下であり、いかんともしがたい純粋な実在することのようなものがある。ポットの中の鉢の上に流れ落ちる暗闇は視覚に対して事物の品格を変容させるばかりで、事物をそれがにじみ出させる受け切る上の存在へと。スプーンからポットの中の蜂蜜の上に流れ落ちる。まずはじめに表面中の夜というものについても語ることができるだろう。人形が悲しそうなうめき声を上げて仕込んでいることがどんなに大事か。光に照らされた物体は己の薄闇を通してでもあるから、表面が塗り替えられるその様子はしぼみのようでもあれば、旅で疲れている時に見えてくる非現実的で虚構のような場所とそのようなものや子供の感じ性とは別、風船人形では自分の存在にまるで世界ではないかのような、人形が悲しそうな己の存在を本人の声が泳いどんなに大事かと思い出してきたら、それはまた乱暴のような詩人におけるファンタスティック表述の幻覚的な現実でもない、我々から完全に逃れた存在の世界で実用的な事物について語っているのだと、狂気に陥った思考は進化を認められていない一部のレアリスムと自然主義の盛んな現実は、彼ら自身の信仰告白や序文にもかかわらず同じ効果をもたらす。イリアの新たな構造が構成されるという沈み込む存在や事物の厚み、それは因果用的な層であるが、この層は存在感同一の根源的企ての絶対的な統一の内で回避される。それを我々は存在のあらゆる層が絶対の原子上学的な乱入度と呼ぶ。あるいは過剰な対話が広げるようでもある。精神分析によってこそそうでなく、それは光を回避する形の背後に著者たちの哲学的唯物論の別のところで実在の不文明な層となしているあの物質性の中に入り込んでいるのである。そしてこうした基礎的な問いの後で問われなければならない。彼らは夜を通して不眠の時我々を息苦しくさせる単調な存在感のようにして事物を現れさせる。イエールがオレンジを思い感じる。水を恐れるのはなぜか。イリアに触れること、空豆をどうしても食べない。それは恐怖である。無理に飲み込ませようとすると吐いてしまうのはなぜなのかといったことを精神分析がいずれ理解しようと思うのならば、精神分析はこれらの問いを自ら解決せねばならない。ところでそれはこれだけ、一挙にそれはそこに極めて明瞭にそこにあった。実在は不意にベールを離れた。それは抽象的範疇に属する無害な状態を示した。実在とは物事の練り子そのものであって、この木の根が実在の中で込められていた。というか、あるいはむしろ根も公園の柵もベンチも芝生の貧弱な芝草も全てが消え失せた。
事物の多様性、その個性は単なる化粧、単なる漆に過ぎなかった。その漆が溶けて怪物じみた柔らかくて無秩序の塊が、恐ろしい陰霾な羅刑の塊だけが残った。接近は存在しないが、地平線のうちによって非彼氏に沈黙を課すだろう。人格化された、さまざまな群衆群れ集まり、さまざまな群衆群れ集まり、雑然たる群れ、大量の集団、渋滞、不穏な群衆、急激な増殖、軍隊、徒党、階層、パニック、階段席、行列、衝突、大量殺戮、死体の山、信徒共同体、散乱、旅外れに過剰な氾濫する諸身体は常に同時に緊密な様の塊の状態にあり、かつ砕け散る様々の暴挙の状態にあり、常に集合させられ、街路、グループ、巨大都市、郊外で、通過の、監視の、交流の、配慮の、忘却の場において、常に様々な同じ場の確立的な混乱状態へと構築され、それらの場を構造化する、一般化された絶えざる出発、イコール分離による動揺へと引き継ぐ。以上が、世界的な出発イコール分離の世界である。部分の外の部分の空間化。これはそれを上から俯瞰するものも下から支えるものもなく、その運命の期待も伴わない。ただそれは諸身体の驚異的な圧力としてのみ契機する、イコール場を持つ。すべてが沈み込んだ場のように、空気の密度のように、空虚の充溢、あるいは沈黙のざわめきのように。もろもろの事物と存在の破壊の後に、実在することの非認証の力の場がある。もろもろの事物と存在の破壊の後に、実在することの非認証の力の場がある。もろもろの事物と存在の破壊の後に、実在することの非認証の力の場がある。主体でもなく実施でもない何者か、もはや何もない時に実在するという事実が現れる。そしてそれは匿名である。それは雨が降るや暑いのように非認証的である。もはや何もない時に実在するという事実が現れる。それは匿名である。いかなる否定によって遠ざけようとも回帰してくる実在すること。このものは、それであるには、常にあまりに過剰であったり、十分でなかったりするから、身体は赤裸にされた私たちの不安なのである。触れないように隠している。触れること、ないし接触だけが真の思考の条件である。あらゆる言語に対するこの不安心。二つ目、これは真にある。コルプスエゴの物質的な光順。他者は身体である。人種差別は少しも消滅することはないだろう。私たちの様々な人種と様々な特徴性の脱局所化脱臼を肯定し確認しつつ、人種差別へと投げ返すのではなく、人間の類的な同胞性を人種差別に対峙する限りは、単に自己に触れるということの歓喜苦痛激化した同意、イコール共に感じること。開け広げのようでもある。場所的、イコール局地的な色の別名は、肌の医療、パーネーションである。体が精神に息吹を吹き込まれる呪肉が、肉体への入り込み。インカーネーションではなく、実在のある場、ないしある出来事に脈動、色彩、脈動数、ニュアンスとしての純然たる肌の色である。あれありてとは廃りつつあるこれ、エリア、開かれた領域、領野の性質ないし特性を意味する。偶然から、この後はまた現実、レアリテの欠如、
もしくは補足しがたい軽微な中断された現実をも暗に意味するのにも適している。すなわち身体あるいは身体において場所化する隔たりの現実を、実際のところ根底イコール根拠、実体、物質ないし主体といったものの現実の希薄さだが、この希薄なる現実こそがエリア的な現実なるものの全てをなし、そこにおいて諸身体の現構造性が分節化され、かけられる。この意味で、可愛現実性イコールだだ現実性、あれやりでは、その地平の全面的な拡張において、最高に現実的な存在者、脱字することの最大限の潜在力である。まず第一に、それはおそらくこのこと以外の、また以上の何者でもない、すなわち、到来するのは様々なイメージが私たちに示すものである。私たちの無数のイメージは私たちに無数の身体を示す。かつてそんな示され方はしなかったように、様々な無臭プレイヤーが流れて全然当たるで大変の症状の重大体不穏な無臭臭急激な増殖ぐんぐん塗装法解放法パイパイ解体だ行列衝突大量の殺戮したい山は心身共同体体さあさあさあ旅反対に始まる反乱の出身体体は常に同時に人民がさまざまな状態体にあり、かつ砕け散りさまざまな迷いの状態体にあり、常に集合構成られ大愛とルール具体対処し郊外外通常の話しの交流の海外の防御権の場合において、常にさまざまな同じ場所の空気的な混乱の状態に方法であり、それらの場合は王道と化する一般化された滞在者出発発以上が世界的な出発イコール分離の世界である。部分の外の部分の空間化、これはそれを上から俯瞰するものも下から支えるものもなく、その運命の主体も伴わない。ただそれは諸身体の驚異的な圧力としてのみ正規するイコール場を持つ。コンピューターの夢は資本主義に囲まれた仮想空間の自由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 。